アメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ、エージェント・オブ・シールドの第一シーズンは、ABC により2013年9月24日から2014年5月13日まで、合計22話が放送された。シリーズは、ABC スタジオ、マーベル・テレビジョン、ニュータント・エネミーが制作し、マーベル・シネマティック・ユニバースに属している。シリーズでは、 クラーク・グレックが映画と同じくフィル・コーレソンを演じ、彼が率いる SHIELD の精鋭チームが中心となる物語である。2012年8月、マーベル・シネマティック・ユニバースを舞台とした ABC で放送予定の番組にアベンジャーズの監督のジョス・ウィードンが関与することが発表された。数週間後、ABC は SHIELD と呼ばれる。 番組のパイロット版を発注し、ジョス・ウィードン、ジェド・ウィードン、モーリサ・タンチャローエンが脚本を執筆、ジョス・ウィードンが監督、ジョス・ウィードン、ジェド・ウィードン、タンチャローエン、ジェフリー・ベル、ジェフ・ローブが制作葬式、ジェド・ウィードン、タンチャローエン、ベルがシリーズのショーランナーを務める予定であることが報じられた。ジョス・ウィードンは、アベンジャーズからは独立した番組となり、 マーベルの映画を見ていない人に向けた番組となるだろう。マーベルのファンたちはきっと満足すると私は考えていると述べた。2012年9月、トロント国際映画祭のインタビューで、ウィードンは、それは新しいキャラクターだ。独自のみのである必要がある。隣接する必要もある。SHIELD は巨大な組織であるにも、かかわらず、スーパーパワーを持たず、 この世界から見たら弱者である点について私は興味を持ったと述べた。ウィードンは影響を受けたものとして、X ファイルのフォックスモルダーとダナスカリーなどを挙げ、パワーを持った人々とサイエンスフィクションの光景の物語を持ち、壮大な冒険のエッジ上の人々に焦点を当てると説明した。2013年1月、ABC の社長のポール・リーは、本作のストーリーは、 アベンジャーズの後が舞台になると述べた。パイロットエピソードの撮影は2013年1月22日に始まり2月11日に完了した。2013年4月、ABC は番組のタイトルがマーベルズ・エージェンツ・オブ・ SH i ELD となることを発表し5月には正式にシリーズ化を決定した。2013年10月10日 ABC は 全22話フルシーズンを発注した。2014年の映画、キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャーで、ヒドラが SHIELD に潜入していたことが描かれると第1シーズンの残り6話でもその要素が取り入れられた。ローブはエンターテインメント事業のどこにも存在していない、ユニークな体験だと映画の出来事を番組に組み入れた、相乗効果について述べた。またウィードンは、 番組が映画を損なうことを防ぐために、ウィンターソルジャーの公開までに言及できなかったヒドラの要素がシーズンを通してファンが不満を抱いていたコミック出身のキャラクターが不足への対処であり、また同時にクレアボイアンとムカデ計画、デスロックといった既存の脅威とヒドラが結びつくことを付け加えた。またシーズンでは、マーベルシネマティックユニバースと対印したエピソードがあり、第8 決死の潜入は2013年の映画、マイティ、ソー、ダークワールド、第16話、始まりの終わりと、第17話、疑いの連鎖は、キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャーの出来事が中心となっている。クレイク・グレックは映画から引き続いて、フィル・コールソンを演じ、テレビシリーズで主人公を務めている。2012年10月、主演5人のためのキャスティングシートが送り出された。 同月末、ニューヨークコミックコンにジョス・ウィードン、ケビン・フェイグ、クラーク・グレッグが現れ、グレッグがパイロット版でもエージェント・フィル・コールソンを演じ、さらにシリーズのヘッドラインとなることを発表した。同月末頃、ミン・イ・コール・ナ・ウェーンがエージェント・メリンダ名役にキャスティングされた。2012年11月、エリザベス・ヘンストリッジとヤン・デガーステッカーが、 ジェマ・シモンズとレオ・フィッツ役にキャスティングされた。11月、ブレット・ダルトンが、エージェント・グラント・オード役にキャスティングされた。2012年12月、6人目にして、最後のレギュラーキャラクターである、スカイ役に、クロエ・ベネットがキャスティングされた。2013年4月、ウィードンの1999年のシリーズ、エンジェルに出演した J ・オーガスト・リチャーズが、役名不明でキャスティングされた。 リチャーズの役割がコミックに馴染みのあるものであるかを尋ねられた際、エグゼクティブプロデューサーのジェフリーベルは必然的にでなく、あなたは知っている。つまり我々は描くつもりであるが、マーベルはそのものを持っており、我々は前へ拡大しているつもりでもあり、そしてこの世界はアベンジャーズ以降違っている。だから我々はマーベルユニバース出身のものとそうでないものが、 現れると考えていると述べた。リチャーズの役には同じくウィードンの作品であるバフィー、ー恋する十字架に出演したニコラス・ブレンドンも候補に上がっていた。後にリチャーズの役名はマイク・ピーターソンであることが明かされた。2013年1月アベンジャーズでマリア・ヒルを演じたコビー・スマルダーズは番組への出演可能性があり。 ママと恋に落ちるまでへの拘束条件にも当てはまらないことを明かした。スマルダーズは結局、パイロット版でマリアヒルを演じ、ウィードンは、私は皆と同じように彼女も SHIELD であるので、コビーの出演を望んでいた。彼女には、クールで威圧的であり、クラークの演技とドライなユーモアがあると述べた。スマルダーズは、第20話、任務と悪意で再出演した。 2013年6月、サミュエル・エル・ジャクソンが SHIELD 長官のニック・フューリー役でのゲスト出演に興味を示し、後に第2話084で実現した。ジャクソンはシーズン最終回で2度目の出演を果たした。この他に以前の MCU 映画やマーベルワンショットからマキシミリアーのヘルナンデス、タイタス・ウェリバー。 ジェイミー・アレクサンダーがそれぞれジャスパー・シットウェル、エージェント・ブレイク、シフ役でそれぞれゲスト出演した。2013年9月24日、ABC によるアメリカ合衆国での初回と同時に CTV でカナダでの第一シーズンが始まった。イギリスではチャンネル4でその3日後に始まり、またオーストラリアでは2013年10月2日よりセブンネットワーク、 ニュージーランドでは2014年2月16日より t v 2で放送が始まった。計算話がテレビ放送に先駆けて上映されている。パイロット版であるシールド精鋭チーム誕生は7月19日にサンディエゴコミコンインターナショナル第4話裏切り者を救えは2013年10月12日にニューヨークコミコン第16話 始まりの終わりは2014年3月23日にペイリーフェストで上映された。第14話タヒチで始まるウィンターソルジャーとクロスオーバーの原因となる前エピソードはアップライジングと呼ばれるエピソード群の一部であった。2014年3月18日、ABC はエージェント・オブ・シールドの枠で1時間の特別番組マーベル・スタジオの世界を放送した。この番組では シーズンの未放送回のプロモーション映像も含まれた。The Art of Level 7第1シーズンの最後の6話の放送の際、マーベルは木曜の新エピソードの前にその内容の鍵となるものを描いたマーベル S.Agents of S.H.I.E.L.D. The Art of Level 7という画像を公開した。ベルはこの企画はコミックのルーツに回帰してシリーズを結びつける方法で シリーズ開始時より構想していたと述べた。マイク・デルムンドが描いた第17話、疑いの連鎖の画像は、迷路になった SHIELD のロゴの中に、ネズミが入っており、SHIELD 内部に裏切り者が存在することがほのめかされた。パオロ・リベラによる第18話、逃亡の画像では、ヒドラと SHIELD が融合したロゴで、ヒドラの対等が示され、中央に並んだコールソン、 レーナ、ウォードにより、チームが分断されている。パスカル・カンピオンによる、第19話、一筋の光の画像では、コールソンとその恋人のチェリストのオードリーに焦点が当てられつつこのエピソードのヴィランであるマーカス・ダニエルズが、示唆された。ステファニー・ハンズによる4枚目、任務と悪意の画像では、エピソードのスカイとオードのカットが中心となり、その背後には彼らに迫りつつも直視していない。 デスロックが描かれ、背景は SHILD のロゴとなった。第21話、反撃開始の画像はエマロイスによって描かれた。このポスターでは、ウォードとスカイが対比されつつ、フィッツとシモンツの危機が示唆された。最終回、終わりの始まりのポスターは、トロントのインディペンデント系の美術スタジオであるファントム、シティクリエイティブで作られた。このポスターは、 最初に公開された公式ポスターを彷彿とさせつつ、キャラクターの並び順や衣装が変わっており、また壊れた SHIELD のロゴにヒドラのものが融合し、ウォードがヒドラであることが示唆されている。第1シーズンのブルーレイおよび DVD は2014年9月9日に発売された。ボーナスコンテンツはメイキング、オーディオコメンタリー、削除されたシーン、NG 集、 特別番組、マーベルスタジオの世界である。2014年11月20日、第1シーズンは、ネットフリックスでのストリーミング視聴が可能となった。2013年9月30日までに、アメリカ合衆国では、第1話の本放送、再放送、DVR、オンライン放送を合わせて2210万人が、視聴した。カナダでは、アメリカ合衆国と同時に、 CTV が初回を放送して270.6万人の視聴者を獲得し、同局で週間3位の視聴者数となった。イギリスでは3日遅れでチャンネル4により放送が始まり、同年内のドラマで最高の滑り出しとなり、プラス1チャンネルと録画を合わせて323万人が視聴し、同時間帯のイギリスのテレビ視聴者のうち14%を占めた。 オーストラリアでは2013年10月2日にセブンネットワークで初回が放送され、どうや最高となる130万人の視聴者を獲得した。ニュージーランドでは2014年2月16日に初回が放送され、どうやの番組で4位、t v 2で最高となる32万6790人の視聴者を獲得した。ありがとうございます。